いや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 。ねえ。もうすぐ1000回だけどね。うん。1000回だけど、ねえ。1000回だからといって、ねえ。ズボンを、ね。こう、なんて言いますか?こうずらして、ねえ。腰巻きで履いていいって言ったわけじゃないですよ。うん。いけないよ。うん。1000回だからといってね。うん。ズボンを腰とかで、ね。履いちゃいけない。ね。これは、心を鬼にして言いたい。ね。やっぱりね、男っていうものは、ね。ズボンはやっぱりね。うん。ね、こうやってね。うん。しつこいようですけども、ね。1000回、ね。もうそろそろ1000回ですけども、ね。ズボンはやっぱりね。うん。うん。うん。あげちまうね。とね。ズボンはやっぱり。うん。ね。ズボンはやっぱり。ね。ズボンは、ね。ズボンはね。うん。ズボンはやっぱり。あげちまうね。と。ズボンはね。うん。やっぱりね。うん。何かっつったらね。うん、やっぱりズボンは、ね。ズボンはやっぱり、ね。ズボンはやっぱり、ズボンは、ね。うん。何回も言いますが、ね。もうすぐね、1000回ですけども、ズボンはね、ズボンはやっぱりね、おん!あげちまわねえとね。うん、ズボンは。ね。何回も言いますけどね、渋谷とかで、ね、ズボンを腰とかで履いちゃってるようなね、若いやつに言いたい。ね、俺はね、うん、そうだよ。お前のためを思って言ってんだからね、うん。お前のためを思って、私は、ズボンを、ね、こういう風に下げないでね、下げない。あげちまわねえとね、うん。世の中の男子に言いたい。ね、もういい。ね、ヒップホップスタイルでこう、なんて言いますかね。こうずらして、履くんじゃなくてね。もうね、ズボンだから。ね。ズボンはね、冷えますからね。うん。お腹を冷やさないで。このズボンは、おんあげちまわねえとね。うん。肩まであげましょう。肩まで上げましょうね、これね。ズボンはね、やっぱりね、おんどうもありがとうございました。